道元禅師の言葉、生を諦め死を諦むるは仏家一大事の因縁なり、生死の中に仏あらば生死なし、ただ生死すなわち涅槃と心得て、生死として厭うべきもなく、涅槃として願うべきもなし、この時初めて生死を離れる分あり、ただ一大事因縁と偶然すべし。まずこの生っていうのはですね、生っていうのはまあここで言う生きるって意味じゃないんです。生っていうのは生きていく中で、ね、何かを手に入れていくっていうことです、ね、生きるっていうことは何かを手に入れるということなんだ。手に入れていく、ね、だから丸裸で生まれてきて、ね、生きるっていうことは例えばお金を手に入れる、物を手に入れる、財産を手に入れる、家を手に入れる、家族を手に入れる、そういうものが生と。それに対して死っていうのは何かを今度は置いていくっていうことです。手に入れてきたものを置いていく。だから生を明らかにし、死を明らかにするわっていうことはね、私たちは、ね、生きる私たちの人生っていうのは何かを手に入れて何かを失っていく、そういうことを繰り返し繰り返し続けていくのが人生なんだ。だからいろんなものを手に入れても最後は全部置いていくっていうことを明らかに知ることが、それが、ね、仏教を求めているものにとって一大事、ね、一大事っていうのはすごくそれを一番問題にしなければならない、そういう因縁なんだということです。だから生死の中っていうのはいろんなものを手に入れても失っていく世界の中にっていうこと。仏あれば、仏っていうのはね、無常を説くので、無常を教えるので、生死っていうのはこの前苦しみはない、何かを手に入れて何かを失っていくっていうのは何かを手に入れて失うたびごとに苦しまなければならない世界っていうことなんです。私たちが生きている世界っていうのは何かを手に入れ何かを失っていく、その失っていく時に苦しまなければならない。だけど仏がいて仏教を説いてくれたならばね、その無常を受け入れることができるので苦しみはない。生死はないっていうのは苦しみはないってことね。生死はあるけど苦しみはないってことです。生死すなわち涅槃なり、ね、この場合生死っていうのは、手に入れても失っていく、そういう世界の中で涅槃っていうのを心穏やかに生きていくことができる、ね、と心得て生死として、生死っていうのは手に入れたものを失っていくからといってね、それを厭うことはしないと、ね、涅槃っていうのはいわゆる、心穏やかな世界とだって聞いてね、ああこんな穏やかな世界にいたいっていうのは結局無常を否定してるわけじゃないですか。無常がなくて穏やかな世界でいたいっていうふうにね、つまり生死すなわち涅槃なわけですよ。でも私たちが涅槃を願うっていうのは無常のない涅槃なわけ、ね、生死っていうのは無常が次から次へとやってくる世界でありながら、その中で涅槃を心穏やかに生きていく。でも私たちは、ね、無常を嫌がってね、無常を嫌がって無常のない世界を願っている。だから生死として無常が来ても厭うべき、厭う、嫌だと思わずに、ね、涅槃だからといって、涅槃だからっていうのは無常のない世界を願うこともない。この時初めて生死を離れる、
生じ即涅槃だから、生じ無常のある世界でそのまま涅槃だと。だから生じを離れる、ただ一大事因縁と偶然するし、一番問題にしなければならない因縁だと知らされるんだ。分かっていただきたい。はい、分かりました。はい。